こんばんは、プラネッタです。2024年4月11日、日本でもついにドラマ版フォールアウトが Amazon プライムビデオで配信開始されました。素晴らしい内容ながらも、ゲーム版をプレイしていないとわかりづらいという声も聞こえてきます。今回はドラマ版フォールアウトの世界へ旅立つ前の方々に向けて、ネタバレを控えたドラマ版の解説や、フォールアウトシリーズの持つ大きな魅力、必要と思われる前提知識などを紹介していきたいと思います。動画の前半では、フォールアウトシリーズの概要や、様々な人種、勢力について、後半では、ドラマ版に登場する独自のアイテムやキャラクターについても、いくつか紹介させていただきます。まず、フォールアウトとは、核戦争後のアメリカを舞台にした物語が描かれる、1997年にリリースされたゲームから始まったシリーズです。SF のジャンルで言えば、先日特集させていただいた、ポストアポカリプスに分類されます。この世界は荒廃している上に、放射能が漂っており、アメリカ全域は、ウェイストランドと呼ばれるようになっています。ウェイストは無駄、ランドは土地を意味するので、合わせて無駄な土地という皮肉なネーミングです。もっとも、このタイトルは1988年のゲーム、ウェイストランドが元になっているのですが、これについて興味のある方は、ぜひ調べてみてください。ゲーム版では主に21世紀から23世紀という時代設定になっていますが、シリーズを通して冷戦時代のアメリカがイメージされており、いわゆるレトロフューチャーな雰囲気が漂っています。1950年代に影響を受けた世界観ということで、ラジオが頻繁に流れたり、音楽も1950年代以前の曲が多く使用されているという特徴があります。テクノロジーの発展による希望と核による破滅の恐怖という対比的な内容や、様々な政治イデオロギーをテーマにした皮肉たっぷりなブラックユーモアが光るシリーズです。今回のドラマ版のシーズン1については全8話で描かれています。基本的にゲーム版の精神性を受け継いでおり、物語の時代設定は、核爆弾の投下が起きた2077年から219年経った世界です。制作総指揮には、最近、オッペンハイマーも日本公開された、クリストファー・ノーラン監督の弟である、ジョナサン・ノーランとリサ・ジョイの夫妻などがクレジット。二人を中心に、ドラマ化が実現されたといいます。フォールアウトについては、以前映画化の噂が出たこともあったのですが、中止になってしまった経緯もあり、今回が待望の実写映像化となります。そんな今作では、主に3名のキャラクターが活躍します。まず、物語の主人公になるのは、ボルト、と呼ばれる地下シェルターで生まれた人間であり、外界を知らずに暮らしてきた若き女性、ルーシー・マクレーンです。そもそもボルトとは、ボルトテック社という企業によって、核爆発以前に建設された避難用シェルターであり、100以上の施設が各地に存在し、施設ごとに番号が振り分けられています。ルーシーは、ボルト33出身であり、修理スキルと科学スキルを持つため、工学関係の知識を持ち、得意分野としています。また、射撃や格闘の訓練も積んでおり、なかなかの腕前のようです。ボルトについては、一部の人々だけが入居権を持っていたため、核爆発の際に逃げ込んだ者は、安全に生き延びた。ということにされてきました。それぞれのボルトは、
選挙で選出されたリーダーである監督官の管理の下で、ウェイストランドとの関わりをほとんど拒絶して、閉鎖された環境の中で生きてきました。主人公のルーシー・マクレーンは、いなくなってしまった父親のハンクを探すために、そんなボルトを抜け出し、未知のウェイストランドへ旅立つことになる、という物語が描かれます。ドラマ版の設定として、ボルト31、32、33は施設内部でつながった構造になっていますが、ここが物語の重要な部分になっています。この辺りの展開については、ルーシーの弟である真面目な青年、ノーム・マクレーンが活躍します。なお、ボルト31出身であり、ルーシーの父親のハンク・マクレーンを演じるのは、みんな大好きな、ヒドゥン、ツインピークス、デューン、砂の惑星でおなじみ、カイル・マクラクランとなっています。二人目の主要キャラクターは、この後紹介する、BOS に所属する、マキシマスになります。マキシマスは、荒廃したウェイストランド出身の人間であり、BOS の下っ端階級、スクワイアに属することになります。階級制度を重んじる武装組織、BOS では、階級の高いナイトが、歩行型乗り込み式装甲兵器、パワーアーマーの装備を許され、階級の低い者を従えることになっています。マキシマスは組織内で、このスクワイアに当たるので、より高い階級の、ナイトタイタスに仕え、主に荷物運びをする立場です。宗教的な側面を持つ BOS の動向には、注目していただきたいです。3人目の主要キャラクターは、賞金稼ぎのガンマンであり、グール、という種族に類する、クーパー・ハワードです。グールは、核爆発の際の熱や放射線の影響で変異しており、非常に寿命が長い傾向にあるため、クーパーは核爆発の以前から数百年もの長い間、生き延びています。また、クーパーは天才的な銃の腕前を持ち、孤独な旅を続けながら生き延びている人物ですが、ある特殊な経歴を持ちます。そんなクーパーの、核爆発が起きる以前の職業は、ぜひ作品を見てご確認ください。主要キャラクターは以上になりますが、他にも様々な人物が登場しますので、ぜひドラマ版を見ていただければと思います。そんな今作ですが、主人公であるルーシーが旅することになるのは、放射能にまみれて荒廃したウェイストランドです。そこで暮らす人々は、様々な人種、そして勢力に枝分かれしています。今回はドラマ版に登場する要素だけ、紹介させていただきます。まずは人種について。最初に紹介するのは、グールの人々です。彼らは、核爆発による熱と放射線の影響で皮膚が焼けただれたり、鼻が陥没してしまったりした人間です。また、この変異の影響で放射線に強いどころか、放射線から栄養補給ができ、非常に寿命が長い傾向があるため、戦前からの生き残りも存在します。同じような外見をした、放射能が脳まで到達した影響で理性を失った、フェラルグール。というゾンビのような種と混同して扱われ、差別や迫害の対象とされることもあります。グールは、フェラルグールや、この後紹介するスーパーミュータントとは敵対関係にないため、生存率が高い傾向にあります。続いては、スーパーミュータントです。彼らは、強制進化ウイルスにまつわる、危険な実験の結果に生まれてしまった、凶暴な生命体です。もともとは人間でしたが、強制進化ウイルスを投与された影響で、
2メートルを超すサイズになっています。多くは群れとなって行動し、このウイルスの影響によって皮膚は緑色に変色し、体は筋肉質で巨大化し、寿命は無限です。極めて高い体力や放射線耐性を持つ代わりに、性別は失い、知能は低下しています。本能的な原始的知性はありますが、ウェイストランドに住む人々を食料とみなしているため、対話可能なものはわずかです。生殖機能がないため、さらった人間に強制進化ウイルスを投与して仲間を増やしているとか、そうでないとか。今作では名前だけの登場で影が薄いですが、敵対視する者にはすぐに襲いかかる危険な生命体と言えるでしょう。ドラマ版がシーズン2以降も続く場合は、間違いなく目立ってくると思われます。その他にはロボットの数々なども存在しますが、ドラマ版では大きくフィーチャーされないので省略させていただきます。もはや旧来の世界観における白人、黒人、黄色人種などで分けられた人種の概念が核爆弾とともに吹き飛んだフォールアウトの世界。そこには様々な目的を持って活動する勢力が存在しています。まずはマキシマスも所属する強大な武装組織、ブラザーフッド・オブ・スティール、通称 BOS の勢力です。彼らは戦前もしくは戦時中に使われた技術や文化遺産の回収や保管を大きな目的としています。各地に支部を持っており、西海岸には本部が存在。過去には人員や物資不足を理由にウェイストランドの現地市民から入隊者を募ったこともあります。空飛ぶ機関やヘリコプターを持ち、武器や弾薬を含む装備も豊富で、強大な軍事力が特徴です。軍隊と警察を足して2で割ったような雰囲気の組織となっており、厳密な階級制度が取り入れられています。そのため上の階級に属する人間の考えに追従しなくてはならず、盲信的、宗教的といえる側面も持つのです。続いてはどこか怪しい企業、ボルトテック社です。彼らは核爆発以前からアメリカ合衆国政府との契約を結んでおり、巨大で複雑な核シェルターであるボルトの設計や建築に加え、システム開発やネットワーク管理まで行っていた重工建築企業になっています。ゲーム版においては企業自体すでに存在していませんが、ドラマ版ではそのあたりが明かされていません。ちなみに避難用シェルターであるボルトの目的は、表向きにはアメリカの人々を核による虐殺から保護するというものでした。このあたりの真相はぜひドラマ版を見てご確認ください。続いては秘密結社エンクレイブです。彼らは核戦争を予期した極右政治家や軍人などの有力者が中心になって結成した武装秘密結社です。その存在は一部では都市伝説のように扱われています。中枢権力だけで核戦争をやり過ごし、その後にアメリカ大陸へ帰還し、かつての合衆国政府を復活させるという目的を持った組織となっています。核爆発以前に安全な場所に退避していたため、大きな被害を受けておらず、現在でも戦前からの技術を保持し発展させ続けています。組織の成り立ちはアメリカ政府とその軍隊を模していて、リーダーは大統領を自称しています。合衆国全土の奪取を大きな目的としているため、変異生物とみなしているスーパーミュータントやグールだけでなく、合衆国再建の障害となるウェイストランドの
全住人の根絶を目指しているのです。他にはレイダーという無法な略奪者の集団もいます。彼らは廃品を加工して武装し、略奪、強盗によって生計を立てています。基本的に勢力としての仲間意識はかなり低く、通常は数人が集まった小さな集団となっており、武器も豊富ではないため戦闘力は低い傾向にあります。物資目当てで人間、生物に襲いかかりますが、一部はしっかりと組織化されており、ある程度話の通じる場合もあります。レイダーとの遭遇にはくれぐれもご注意ください。ゲーム版ではさらに多種多様な組織が存在しますが、そのあたりは今回省略させていただきます。旧来の世界における倫理観が崩壊する中で、多種多様な人々が生き延びているフォールアウトの世界。そんなフォールアウトの世界に存在するユニークな道具や食べ物も紹介していきます。まずはメタリックで印象的なデザインのカワーアーマーです。これは歩行型装甲兵器技術の最高峰といえる乗り込み式アーマーであり、今作では BOS が所持しています。様々なバージョンがありますが、基本的な動力源はフュージョンコアという核電池のようなものであり、ジェットパックを作動させることで短時間空を飛ぶこともできます。このフュージョンコアは貴重品であり、作中では1つのボルト全体の電力を賄っているような描写もされています。カワーアーマーは超強力ですが、一つ明確に大きな弱点があり、フュージョンコアを抜き取られると機能が停止するだけでなく、自分でパワーアーマーから抜け出ることができなくなってしまうのです。その他にも極端に足が遅くなることや、バージョンによって欠陥があることなど、強力な技術ながらも良い要素ばかりではありません。カワーアーマーをご利用の際はくれぐれもお気をつけください。続いてシリーズおなじみの携帯型デバイス、ビップボーイです。サワンに装着して使用すると、本人の健康状態や持ち物、周囲の放射線濃度やマップ情報などが表示される、ボルト居住者には必須のアイテムといえます。他にもラジオや VATS という周りの世界だけをスローモーション状態にするシステムなど、いろんな機能が存在します。ゲーム版では一旦装着すると外すことは難しくなるようでしたが、ドラマ版では簡単に着脱可能のようです。また放射線が高いエリアに近づくとチリチリとした音を立てる特徴があります。続いては少し危ない清涼飲料水、ヌカコーラです。これは核爆発以前のアメリカの国民的なソフトドリンクであり、核爆発後も密封保存された製品が多量に現存しているためなのか、変わらず親しまれています。隠し味として放射性物質が封入されていることが公言されているとんでもない代物ですが、今作における倫理観の崩壊した世界を象徴する定番飲料となっています。ヌカコーラクアンタムという、カロリー2倍、炭水化物2倍、カフェイン2倍、そして味2倍の製品も存在します。人間の方々についてはくれぐれも飲みすぎにご注意ください。続いては冒険者には必須の回復アイテム、スキムパックです。これは体力を回復する注射器であり、体力の他に重傷を負った体の部位ダメージを回復する効果を持ちます。大きめの切り傷や骨折も治せるので、必ず準備しておきたいアイテムです。噂によると、さまざまな治癒薬と覚醒剤をブレンドして製造されているようですが、真偽は不明です。
続いてはラットアウェイです。これは放射能ダメージを素早く除去することができる唯一のアイテムです。点滴パックのような袋に入っているため、基本的には静脈注射のように投与しますが、そのまま飲む方もいるようです。放射能まみれのウェイストランドを旅する方は必ず準備しておきましょう。独自設定が数えきれないほど存在するフォールアウトの世界にはまだまだ驚くべきアイテムが存在しますが、今回はこの辺りにしておきます。最後におまけとして、変異で誕生してしまった生物も紹介させていただきます。まずは G が変異によって巨大化したラットローチです。彼らは昆虫というよりもはやモンスターといえる危険性を持ちます。倒せば肉も採取できるようで、ウェイストランドではラットローチさえも食料という扱いになっています。核戦争が起きても G は生き残るという話がある通り、昆虫は人間よりも放射線への耐性が強いとされますが、これらを皮肉ったような生物と言えるでしょう。続いては沼地地帯に生息するガルパーです。彼らは山椒魚の一種が変異して生まれたとされ、年を取るほど巨大で強力になっていきます。放射線への耐性を持ち、弱点は頭部です。地面をスルスルと滑るように移動し、意外に素早いので気をつけましょう。以上がフォールアウトドラマ版についての解説となります。制作総指揮のジョナサン・ノーランは今作の成功を機に完結前に打ち切りされてしまったウエストワールドのドラマ版を再度完結に導きたい意向だと言われています。今回のドラマ版については素晴らしい完成度なので、おそらく続編制作も間違いないでしょう。またゲーム版の新作フォールアウト5のリリースも噂されていますので、今後もこのシリーズの楽しみが続きます。さまざまなイデオロギーが絡み合い、正義の意味について考えさせられる本作品。果たして核爆発はどのように引き起こされたのか、そしてその結果生み出されたウェイストランドにおいて悪者といえる勢力は存在するのか、見る人によって答えが変わるのがフォールアウトシリーズの素晴らしいところです。個人的にはドラマ版も長く続くシリーズになると思っているので、引き続き注目していきたいです。またゲームに興味がある方はぜひフォールアウト3、フォールアウト4をプレイしてほしいです。今回はフォールアウトシリーズを見る上で役立つ前提知識や内容の解説でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。